頭皮連続は、菊川ミ宮科の属の一つ。図版 SRP な子誘導種。二年草または多年草で、時に低木になる。茎は直立、または斜上するが、頭花の重みで茎の上部がたわむこともあり、時に岩壁から垂れ下がる種もある。茎が短縮して高さ数センチメートルにとどまるものや、無形状になるものもある。葉は、単葉で固成し、円は、 虚子園になるかうじょうに切れ込む。しばしば傭兵に翼があり、傭兵の翼が茎薄い下して広いまたは狭い翼を作ることがある。牡蠣は種によって夏から晩秋。頭花は筒状花の実からなり、二個から多数つけ、時に一重なし、両性で結実する。果敢は高子色から淡紅紫色、白色になり、褐色、黄色のものもある。 白色のものは白花品種ではなく、常に白花をつける種があり、日本では産地性のものに多い。双方は球状から小形、筒形、強筒形になる。過小に合毛が密生するが、時に少ないかまたはない。双方辺は4から12列あり、福河原状に並び、先端は圧着、車状、開けでまたは反極する。果実は長楕円形。 または円柱型になる、痩せかで、多少とも量がある。寒毛は二輪性で、外輪は短くて落ちやすく、内輪は羽毛状になり花後にも残る。高山植物には、様々な特殊な適応を見せるものがあり、特に、ヒマラヤ付近では独特な適応例として、温室植物とセーター植物というものがある。前者は、花序の葉や包容が広がって花を覆うようになったもので、 後者は、家女の毛が長く伸びて花を覆い包むというものである。両者ともに、本属の種があり、特に後者は本属のみに見られる。詳細は、各項目を参照のこと。北半球に約400種が分布する。中国大陸の横断山脈から、ヒマラヤ地域、ロシアのシベリアにかけて、多くの種が分布している。日本には60数種が分布する。 日本産の種は表記の依存的な傾向があり、特に高山帯に生育する種群にはその傾向が強い。従って産系によって双方や双方編などの形が少しずつ異なるものがあり、日本国内において十分な調査が行われていない地域では未記載の分類群が見出される可能性があるという。俗名サースレアは18世紀のスイスの哲学者。 オラスベネディクト・ド・ソシュールの名前にちなむ。日本産の種は、ヒメヒゴタイブシセクト、ティードリア、ユキバヒゴタイブシセクト、リプレーシー、トウヒレンブシセクト、サースレアに区分され、そのほとんどがトウヒレンブシに属する。トウヒレンブシにおける分類では、頭花の花柄の長さと副花樹の形態、双方の形、双方辺の列数、茎の翼の有無、花器における、 本質用の有無などが分類形質として使われる。本属に属する日本産の種の和名については、霊霊、頭比連、霊霊日ご体、霊霊あざみとあり、紛らラしい。北村史郎は、平凡社間の旧版、日本の野生動物総本3で、日本ではこの属は初めよく理解されないで、頭比連とか、日ご体とか、あざみとかに比較されて、名も、 花肌不統一で、デたらめの感が深いとしている。唐比蓮は、唐比蓮の意で、日本産の種、聖高唐比蓮を意味したものと考えられている。北村によると、比蓮とは、中国名で、菊クカヒレアザミ属カルデューワスのことであるが、聖高唐比蓮の直立した、相上過剰の様子を、唐に見立て、唐比蓮としたという。牧野富太郎による、唐比蓮説もある。日体は、 同じ菊花に、ヒゴタイ族イクアイナップスがあるが、あまり似ていない。アザミについては、アザミ属セルジームに似ていることから付けられたと考えられるが、本属の種には、アザミ属の種のように歯に差しがないため用意に区別がつく。学名に客中があるものは、海底審判日本の野生植物語から、客中がないものは、ユーリストから。和名及び解説は、 海底審判日本の野生植物語による和名、学名はユーリストからありがとうございます。